第一次世界大戦諸島の1914年9月22日に、ドイツ帝国海軍のドイツ東洋艦隊艦艇による、フランス領ポリネシアのパペテに対して行われた、艦砲射撃。ドイツのシャルンホルスト急走行寿命艦、シャルンホルストとグナイゼナウが、フランス領多七島の首都パペテの港に侵入し、フランスの宝艦、ゼレーとフランスに逮捕されたドイツ貨物船。 バルキューレを沈め、それから町の防衛施設を砲撃した。陸上の砲台や砲艦が抵抗したが、大勢に無勢でひどく打ちまかされた。ドイツ軍の主な目的は、島に蓄えられていた石炭の山を手に入れることであったが、それは戦闘開始時にフランス側によって火をつけられ炎上されて摂収できなかった。ドイツ総工巡洋艦はほぼ無傷であったが、 フランス側は砲艦を失った。また、パペーテの建物がいくつか破壊され、街の経済はひどく打撃を受けた。この戦闘の戦略的重要性は、ドイツ総甲巡洋艦の位置がイギリス側に知れたことにある。それにより、コロネル沖海戦が発生し、そこでドイツ東洋艦隊はイギリス艦隊を破った。また、 パペーテ・デ・シャルン・ホルストとグナイ・ゼノウが弾薬を消費したことがフォークランド沖海戦でのドイツ東洋艦隊壊滅の一因となっている。ドイツ海軍の総攻巡洋艦、シャルン・ホルストの艦艦と主砲ポナペトを滞在中に東洋艦隊司令官マクシミリアン・フォン・出兵の下に戦争の知らせが届いた。出兵はパガン島に艦隊を集結させ、それから装甲巡洋艦、 シャルンホルスト、グナイゼナウ、防護巡洋艦、ケニヒスベルク級、ニュルンベルク、仮想巡洋艦、キターニアと数隻の石炭船を引いて太平洋へ出港した。ニュルンベルクとキターニアは情報収集のためハワイへ派遣され、またファニング等の海底ケーブルの中継施設を攻撃した。オーストラリア軍とニュージーランド軍がドイツ領サモアを占領したことを知ると、 出兵は、シャルンホルストとグナイゼナウを率いて、そこへ向かった。だが、アピアのサモア遠征軍を捕捉することはできず、パガン島を出発して、以降戦闘がなかったため装甲巡洋艦の乗組員は、敵との戦闘を望むようになった。出兵は、イースター島で艦隊の他の艦と合流する前に、フランス領多七島のパペーテを襲撃することを決めた。 そこには5000トン以上の高品質の石炭が倉庫に蓄えられており、同時に食料や水の補給も行えるため、主兵は艦隊への補給用にそれを手に入れようとした。主兵は港内の連合国船舶攻撃も考えており、また襲撃は指揮工用に役立つとも思っていた。主兵はパペーテに向かう前にスワロー干渉で洋上で球炭を行おうとしたが、 悪天候のためそれは行えなかった。そこで、シャルンホルストとグナイゼナウは、ボラボラ島で補給を試み、一方で、ニュルンベルクとキターニアは、艦隊の石炭船を守るためのクヒバ島へ派遣された。ドイツ艦隊は、フランスの旗を掲げフランス船に偽装していた。そして、フランス語と英語を話せる乗員のみが、現地のフランス人との接触を許されていた。 ニュルンベルクとキターニアがファニング島を襲撃した際に得た通貨を使って、シュペはどうにか食料を補給できた。シュペはまたこの地域のフランス軍の戦力やパペーテにある石炭の山の正確な大きさや位置についても知ることができた。フランス海軍の砲艦、ゼレーパペーテの防防は強固なものではなかったが、ドイツ艦隊がタヒチを攻撃するだろうということや、サムア沖で ドイツ艦隊が目撃されたことは知らされていた。パペーテはオセアニアのフランス領の首都であったが、1914年頃には発展の遅れた場所となっており、無線施設はなく、守備隊も植民地兵25人と国家憲兵20人に過ぎなかった。町の防備を強化するために、パペーテで最も上位の士官であった、旧式で木造の宝冠ゼレイの艦長マキシム。 デストラモー隊は、ゼレーの 100mm 砲とすべての 65mm 砲及び 37mm 砲を、陸揚げしパペテの時代遅れな砲台の代わりとするよう命じた。何台かのトラックが、即席の装甲車に改造されぜ、例の 37mm 砲が乗せられたほか、160人の水兵や海兵隊員が、ドイツ軍の上陸に備えて訓練された。ゼレーの武装は、 関首の1 0 0トル法のみとなり、副長以下10名が残った。他に、パペーテには戦争開始時に、ゼレーに打破された、非武装のドイツ貨物船バルキューレがあった。準備にもかかわらず、デストラモーが指揮するパペーテのフランス軍は、ドイツの装甲巡洋艦とは、勝負にならなかった。ドイツ東洋艦隊は、火力で、ゼレイを圧倒でき、また、装甲巡洋艦隻の乗員人は、 フランスの守備隊を撃破できるだけの上陸部隊を編成するのに十分な数であった。沈められたドイツ商船、バルキューレ1914年9月22日7時、2隻の国籍不明の巡洋艦がパペテの港に接近して来るのをフランス側が認めた。警報が鳴らされ、港の標識は破壊された。そして、接近する巡洋艦は正体を明らかにせよという合図として、 砲台から3度警告射撃が行われた。巡洋艦は発砲し、ドイツの旗を形容して降伏するよう信号を送った。フランス側がそれを拒否したため、ドイツの巡洋艦は距離6000メートルで砲台や町に対して砲撃を開始した。フランスの砲台や砲艦も反撃したが、命中弾は得られなかった。フランスの砲台の正確な位置特定が困難であったため、 ドイツ軍は目標を校内の艦船へと変更した。フランス側の指揮官デストラム王は戦闘開始時に石炭の山を燃やすよう命じており、煙が街を覆うようになった。ゼレーとバルキューレはドイツ側から指認され砲撃を受けた。フランス軍は戦闘が始まると船を自沈させようとしたが、シャルンホルストとグナイゼナウが砲撃を始めた時はまだ浮いており、 二隻の砲撃で沈められた。この頃には、パペーテの住人は、ほとんどが町から内陸部へと逃げ出し、砲撃で火災が発生して、パペーテの肉角が燃えた。石炭は燃やされた上、校内には嫌雷が付設されている恐れがあったため、シュペーにとって上陸を行うだけの理由はなかった。したがって、11時にドイツ軍は撤収した。パペーテを去った後、 二隻の巡洋艦は、ヌムヒバ島で待つニュルンベルクやキターニア、石炭船との合流に向かった。1914年パペテで撮影されたマキシム、デストラモート部下たち。ドイツ軍が撤収するまでに、町の大部分は破壊された。火災が消火されるまでにパペテの肉核が燃え尽きた。コプラの店や市場、そしてその他のいくつかの建物や住居が、砲撃や火災で破壊された。 戦闘が始まるとすぐに、住民の大半は、島の内陸部へと逃げたが、日本人数とポリネシア人の少年一人が、砲撃で死亡した。校内で二隻の艦船が沈められたが、両陣営とも軍人に死傷者はなく、ドイツの巡洋艦二隻も無傷であった。砲撃による損害は200万フランスフラン以上で、あったと1915年に見積もられ、その一部は、 島のドイツ資産を摂収することで埋め合わされた。資産の摂収に加え、現地のドイツ人が何人か抑留され砲撃による被害を回復させられた。およらくこの砲撃による最も長く続いた影響はこの地域におけるコプラ価格の大暴落であり、それはコプラの大半を購入していたドイツ商人が抑留されたためである。 ドイツ軍による二度目の砲撃は始まりそうだとの噂が広がったことにより、砲撃から18日後に島中で大混乱が起こった。撤収後、シャルンホルスト・とグ・ナイゼナウは、ニュルンベルクやティターニアとヌクヒバ島で合流し、そこで補給後に艦隊の残りと合流するためイースター島へ向かった。ドイツ東洋艦隊はパペテでフランス軍艦を沈め町に大損害を与えましたが、 戦略的物資である石炭を手に入れて補給するという重要目的は達成られなかった。また、この攻撃でイギリスの海軍本部は出兵艦隊の位置を知り、そしてクリストファー・クラドック提督に出兵の意図が伝えられたことで、コロネル沖海戦が発生することになった。他の影響として、2隻のドイツ総甲巡洋艦の弾薬が減少したことがある。 二隻がパペーテで発射した数百発の砲弾は補充が効かないものであった。パペーテでの戦闘で弾薬を消耗したことは、フォークランド沖海戦で、ドイツ東洋艦隊がイギリス巡洋戦艦に敗れる一員となった。誤った情報を伝えられた上官により、デストラモーは、パペーテ防衛の際の行動やゼレーの喪失について、激しく非難された。デストラモーは、 トゥーロンに呼び戻され、軍法会議にかけられることになったが、その前に1915年に病気で死去した。1918年にデストラモーの行動が、ようやく理解され、名誉が回復されたことにより、レジオンドヌール勲章が贈られた。ありがとうございます。